わはい、キューでーす。どうも、こんにちは。今日はですね、ビブラートをやるにあたって知っとかないといけないこと、ランキング5までやっていきたいと思います。ビブラートを完璧にマスターできるように、そういう風なレクチャーをしていきたいと思いますので、最後までぜひご覧ください。それでは早速、行ってみたいと思います。一番やっとかないとあかんランキング、まず、5位は、でーん。はい。ビブラートをかけようとする前にやらないといけないんです。それは、まずまっすぐ出すこと。これ、ね、ストレートに出せますかね。まあ、3秒間でも5秒間でもいいんで、こうやって出しましょう。はー。はい、これね、なぜかというと、このね、すべてのこのね、まっすぐの中に波も入ったりとかしていくんですよ。こう波が入っていくんですよね。じゃあ次、第4位は自然にね、ビブラートね、できる方はね、こうやって、まずはなると思うんですよ。代表的なのは、宇多田ヒカルさんのね、最後のキスはタバコのフレーバー。このね、チリメンビブラートね、ふぅふぅ、ちゃーみたいなね、そういう感じはね、結構ね、勢いでね、つけれたりするんで、一番簡単やと思います。だがしかし、これに、このビブラートに取り憑かれてしまうと、そのまま取り憑かれたまま、離れなくなっていくんで、やばいんで、できるビブラートの種類の一つとしては置いときましょう。で、次、第3位。シャー！普段の生活の中にも入っております。これね、うなずく、相づち。あー、あー、あー、そうやなー、あー、マジで、うすやー、みたいな感じで。結構ね、これね、ほんまにあるんですよね。これね、後ほどね、一番ビブラートの形を作りやすいのに、解説を最後の方でしていくので、ぜひね、これね、見といてくださいね。こっから派生されます、ビブラートは実は。難しいランキング第4位は、ゆっくりビブラートですね。これめちゃめちゃむずいですね。ゆっくりをやるっていうのはかなり難しいんで、ゆっくりクリッと。それはですね、まあ、さっきの合図力からね、こう生まれてくるもんなんですけど、まずゆっくりはですね、こう、ああ、そうなんや、ああ、みたいな。まあ、代表的にはね、エンダーってあるじゃないですかね、ホイトニー・ヒルソンさんね。こうね、やりがちなのが、パーみたいな感じなんですけど、ここ、落ち着いて、イーファーイって感じで、あーって感じで、ゆっくりですね。わー、解説、後でやってみたいと思います。ゆっくりビブラートのやり方もね。はい。第5位は、さっきやったね、まっすぐロングトーン、あーに、最後だけちょろっと、ちょろっとですね、ビブラートをかけます。歌がね、上手くなる、上手く聞こえる歌唱法でもあるかなと思いますよ。息たっぷり吸ってからの、はー。代表的なシンガーのね、方で言うと、吉田美和さん、ドリカム。いやいや、ドリドリ。こんな感じ？ね、どうして、あ、違うな、これ最初からかかってね。ね、どうして、まず、まっすぐから行きましょうかね。うん。わー。みたいな感じで。これね、一番いいのは、ファルセットでやると、めっちゃいいと思います。なぜかって言ったら、結構、地声でやるより、ファルセットだと、コントロールをしようという気持ちが芽生えるんですよ。男性とか、まあ女性もそうなんですけど、女性の場合は低いね、ファルセット、ちょっとコントロール難しいじゃないですか。男性の場合はもう高いの難しかったりとかするんで、コントロールをしようという脳が働いてですね、ファルセットの動きが楽になるんですよ。なので、よりかけるというイメージを持ってしたら、あ、自分の得意なキー。うん。まあ、どこでもいいんで、みたいな。はい。というわけで、ビブラート難易度5位まででした。難易度5位まででした。ね。皆さんこれ知ってるビブラートの種類ね、いっぱいありますけどね。まあ、5つぐらいね、持ってるとすごくやりやすいと思います。まあ、3つでもいいですかね。はい。まあ、そんなところで、こっからはね、ちゃんとレクチャーしていきたいと思います。そう。さっきのね、相づちね、あー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 、あるじゃないですか。このね、どうなってると思います？皆さん。ああ、ああ、おお、そうなんだ、ああ。まあ、こんな会話はしないけど。ああ、ああ、そうなんや、って、とかさ、とか、あれやん。どういう仕組みになってるかっていうのを解説したいと思います。ああ、ああ、ああ、皆さん。ああ、一回下がってる？ああ、ほら、
ああ、ああ、ああ。でしょ？ああ、ああ、ああ、じゃないでしょ？ビブラートをかけようとする方って、必ずこうしてるんですよ。ああ、ああ、じゃなくて、ああ、ああ、ああ。だから、ああ、ああ、ああ、だと、繋がらへん。うん。波が逆に逆らってくる。寄せては返す波のようにみたいな、ありがちの歌詞の中の、中で泳がれへんみたいなね。それを逆にするんですよ。ああ、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 だと、こうずっともう、ああ、ああ、ああ、人は、人は、ああ、どこへ、みたいな感じになるんで、そういう風にならないようにするためには、ああ、ああ、まず、上から、下に降りる。ああ、ああ、ああ、で、これを、さっきやったロングトーン、まっすぐなやつ。あれと、プラスするんですよね。これね、ずっと切るイメージでやったら、ビブラートってこう、ね、波じゃないですか。できないんですよ。なので、こう、波をつなげる意味では、まっすぐをまず意識します。こういう風に。こういう風に。こういう風にね。はい。あー、ほんで、そっから、まっすぐ、まずね、もうどこも切ったらあかん、これね。あーは、はーは、あ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 ーは、じゃなくて、あーあーあーで、ここを、途切れないように、あー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 じゃなくて、あーって言ってる中、ずーっとあーって言ってください、もう。途切れずに。あー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 ちょ、一回皆さんちょっとやってみません？うん。あー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 。ああ、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 下からじゃなくて、上ね。ここの下を丸くするような感じ。こうやって。そのイメージがないと、みたいな。みたいな感じですね。やり方とか、多分、まあ、それぞれあるとは思うんですけど、一番まあ、簡単なのは、ほんまにこうやって、合図値を打つように、やっていって、で、それからもまっすぐ、途切れさせないように、イメージで。はい。で、上から下へ、丸みをつけるっていう、ドルフィン商法みたいな感じね。波の中、泳いでいく感じね。はい。寄せては返さない波の方ね。はい、そんな感じですね。はい。今日はビブラートのかけ方難しいランキング難易度5位までと、ビブラートのかけ方でこれやってないから書かれへんっていう動画でした。まあ、これ見てね、ずっと練習してくださいね。それでは次お会いするときはもうビブラートできてるようにね、しときましょうね。はい、いつもご視聴いただきほんまにありがとうございます。また会いましょう。バイバーイ。チャンネル、チャンネル、登録、よろしくね。チャンネル登録よろしくね。